JR 高知駅では利用者に季節を感じてもらおうと毎年この時期に七夕の飾り付けを行っています。今日は高知市の牛の助学園の年長47人が参加。およそ4メートルの笹2本に思い思いの願いを込めた短冊を飾り付けていきました。強くなれますようにって書きました。アイドルになれますように、早く起きれますようにって書いた。七夕飾りは今月7日まで展示されます。